岡部さんが骨折したみたいな話を聞いてたんですけど、うんうん、神経が死んでるらしいです。全く動かないって言ってたのもう岡部さんが、うん、多分大げさに言ってたからと思ったよあいつ。ちょっとグロい、だいぶ重症やん。おはようございますみよちゃん。おはようございますみよちゃん。声が低いね。元気出せ朝から寂しいぞ。おはようございます。視聴者の朝は5時半だぞお前。お前の声で起こしちゃらんかい。ちょっと迷惑と思う人もいるから5時半から家起きてプチって消される。逆に朝大きすぎだわ。だからかあの最初の10秒ぐらいで離脱率何十パーセントっていうのは。朝声が大きすぎるかもしれない。本日ですね、視聴者の皆さん、急遽今会社の方に向かっているんですけど、緊急ですよね。緊急だよ。ちなみに今8時40分かな、はい、8時40分ずっとかどうかちょっとわかんないですけど、急遽あのミオに電話が入りまして。本当に急でナイスタイミングレベルの、うん、それは誰から入ったって、あの岡部からですね。緊急で岡部から電話が入りまして、なんていう電話だったの。じゃ会社って何時から始まるみたいな、本社は何時から行ってるみたいな、うん、労災の紙ができる人いるみたいな。労災の紙、はい、うん、まあでも昨日ちらっとなんか岡部さんが骨折したみたいな話は聞いてたんですけど、うんうん、それぐらいなんか思ってたんですよ。お前もなんて冷てえやつだお前。だってそれを聞いたところでミオがわざわざ今日大丈夫ですかとか電話するのもちょっと違うじゃん。たまたま会った時に大丈夫ですか、うん、とか聞くなら私も、うん、わざわざ電話して。そうじゃない、そういうことじゃない。別にあいつの怪我なんかどうでもいいけど。あ、YouTube になるって思わんと考え。いや、その骨折だけだったらならんじゃん、絶対。いや、なるよ。今回は骨折以上のことがあったから。ああ、そういうことね。何？何？なんかその今日発覚、電話で発覚したのは、まさかの左手の薬指の神経が死んでるらしいです。ええ？全く動かないって言ってた、もう岡部さんが、うん。そうやって言っとったけど、多分俺、大げさに言ってたからと思ったよ、あいつ。そんな簡単に神経、俺も何回も骨折したり怪我しとるで、わかるけど。そのすぐ治るから。なんか左手の薬指復旧しに労災が欲しいとか言って。薬指？あ、骨折ない小指じゃないのか。え、多分小指と薬指が終わったんじゃない。小指は骨折で左手薬指が、わかんない、薬指がって言ってたもん、神経がないの。何やったの？いや、私にも全く分かりません。もう9時回ったけど出てきません。遅いなあいつ。移るか。移りますか。YouTube も大変だな、これな。毎日毎日人の嫌なことばっかりやるな。まあ、それが好きなんだけどね、俺。人の嫌がることがマジ大好き。嫌だ。僕ちゃん。これいいですか、今日は。突撃行きたい。まあ、いいですね。ヘルメットと変わんなきゃいいですか。はい。マスクもいいですか。まあ、マスクは最悪。声が聞こえなくなるんで。あとではつけてください。コロナだからって言って、プランをしてるよ。バカじゃないからね。一応。社会性あるよ、これ。日中の撮影中だけだよ、次。行きますか。行きましょう、はい。社会性のかけらもない男、小林克の突撃いたします。なかったですか。気づかないでしょ。ここでめっちゃ笑ってましたよ。だってお前裸で寒ねえの。俺病院行くから着替えようかなと。岡部さんの高校生の、野球お前ソフトボールっす。ソフトボール、はい、結構やっとるの。10年でしょ、全国大会優勝だ、はい、え、あ、ソフトボールでお前全国大会優勝したの。そう一応高校国体も出てます。あ、マジ？お前すごいね。たまたます。これですか？これの動画ですか？そう。いや、じゃあしかもテンパク向かう最中だったけど、はい、岡部怪我したの。自分いいですよね。でこれネタになるな。戻るぞとか言ってミオが電話しちゃったじゃん。本当に神経死んだ。絶対大げさに言っとんなあいつとか言ってたよ。
小指と薬指がいってる。やばいですか今それ。いや、あとここも折れてる。うわ、そう、ここひびで、だいぶひどいじゃん。小指が十字架に割れたんです。うわ、骨が痛そうすぎる。骨見えてます。うわ、ちょっとグロい。だいぶ重症やん。こっち4等分で、で、ここはめちゃくちゃパックリ肉が出てるんですけど、あ、それは骨じゃなくて、なんか神経らしいから。で、何、救急車出てる。いや、その現場を終わらしてから。それ燃えてたの？そのままなんで？いや、もう代わりに来れる人がいる。終わらせなきゃ。強すぎ。すげーじゃん。でもさ、なこれ、本当応急処置しかしなくて、うん、なんか縫ったりとかはしてないですよ、うん、骨直したりとか、うん、固定しかしてないんで、今日エキサイカ行ってやってくれる。うわぁ、その割に今トロみたいにしてるんだったな。そうそう、裸で。なんで裸だった？あれ、着替えてる途中でした。あ、途中でなんで携帯なんか鳴りやったの？あれ、その着替えてる途中で。インスタかなんか見たの？いや、ショート動画見たの。 YouTube の面白そうな動画だったな。うわ、大変だな。お前治るんかな？多分治ると思います。いいって別に後遺症にならないよ。多分大丈夫だ。指やでもな、治る以外だな。俺、これこんなぐらいちょっと今、こっちの薬指、これぐらいで止まってる。うわ、痛そう。この角度のもの。そう。それをまっすぐにしていってもできないんだ。結構かかるな、じゃあ半年ぐらい。そんなかかるんですかね。これやった時とかよかったかな。材料投げてて、投げたら、塀があるじゃん。ああ、はい、塀のとこでズッとなんでやっちゃったぞ。18の手すりな。痛そう。で、ここが2本折れたんだ。でも、まだ痛いもんな。痛いっていうか、その、まあ、骨だもん、一生だよな。そうか。いや、黒すぎるわ。ん、黒すぎる。黒いな。なんだ、手術なんか。じゃあ、もう、病院ってもずっとだぞ。手間とかない。何時間もかかる。いや、そんなやらないんじゃないか。わかるでしょ、つなぐのも。そうそう。昨日って、看護師のおばあちゃんにめちゃくちゃベタベタ触られて。ちょっと痛いっすね、つって。あんま言いたくない。でも言っちゃいましたもんね。痛いっすね。痛すぎて。ちょっとそんなに触らんでみたいな。そうそう。大丈夫、あ、ひどいねとか言って。あ、大丈夫かねなんて言って、この動くとか言って、こんなって。法廷撮った時、写真とか撮ってきたら。あ、写真先生、ちょっと写真撮ってくださいとか言って、携帯置いといて。今、写真ありますよ。そう。これ撮って。あ、ミューの送ってよ。ついてついて。グロいわ。グロくて見は見れん、さすがに。でもこれ、血をきれいに拭いた後なんで。うわ、本当だな。これ、あの、病院でも言われたんですけど、小指も折れてるねって言って、うん、いい、小指は生まれつきです。生まれつき曲がってるんですよ。潰れてバカーって割れたってことだもんな。痛そう、マジで。ここがちょうど折れてる。あ、そう、行ったところが。で、こっちがなんかこのラインで切れてるらしくて、神経が。指先がずっと麻酔かかってる感覚。そう、何されても痛くない。おお、もう痛さ すぎる。それだけで。やめろよお前、気持ち悪いな。でもだから見たくないって言ったら。大体そう、こういう子供おるよな。すぐ怪我とか見せて。僕はそういう人が嫌がることや。そうそうそう、骨折じゃないですか。わざわざ包帯取ってちょっと手楽しそうにやってくるから。そうそうそう。何時予約決まるの？あ、決まってないです。適当な時間に朝起きたら行ってくださいって言ってくる。早く行った方がいいって言ってやらないことは、そこ行きたいから。え、その手術部屋に入るんですか？いや、入らないと。入るし。いや、入らないと思うんですよ。多分この仕切りみたいなところで。お前、ボルトとかも全部入れるんだ、それ。そうか。いや、ほら、骨折とかしたことないもん、一回も。骨折って、お前結構大変だぞ。全部切って、ボルト入れるんだ、それ。俺も初めて。神経切ったの。それ麻酔されるの？そうでしょ。麻酔がめちゃくちゃ痛い。もういい。だってバカって開くもん。うい。しかも神経なんか、お前全部神経って糸みたいに繋がらんから、ね、まあまあ大変だったんですか。いや、まあ大変だった。その神経がまたくっついたらずっと動かしくなるんだ。でリハビリ浸透で、これサボるとずっとここが出ても神経が多少くっついて張るんだよな。肉に神経がくっついちゃってるんで張るもん痛いんだよな。手で本当にやるちゃんとやなとくっつかるように、要は神経がこうやってずれとるわけじゃん。くっついてないわけじゃん。だけどくっつくとこうやって岡部さんの形がやらしいけど、岡部さんってめっちゃ早く反応してから形がやらしいけど、まあ、とりあえず病院行ってみるか。じゃあな、
ありがとうございました。1週間後にまた。いい？はい。じゃあチャンネル登録と高評価お願いします。せーの。せーの、俺だけか。うん、入院しちゃうから。また見てね。見てこれ。ありがとうございました。気をつけて。